タラコさん、で行ってきた。お疲れ様って。行ってきたよ。ワクネルさん、流行のお洋服だって。そうでもねえけどさ。なんで私の頭から黒いの後ろ。おかしいよね。見てみこら。黒くね。後ろは黒い。変わってるね。こんな食えるんかい。だから食ってくれってんだよ。食わないよ、私。いや、いいよ、それで。夜寝られないのは、つらいな、ね。みーちゃん、こんにちは。で、お疲れ様。あ、おいしそうなお菓子だってね。うん、よっしゃ。アンチやな、この人ってね。配信あった。脳が大きいし、なかなか眠れ。そうなんだよ。クリーミーちゃん、女性さんでお疲れ様。ナイスしたって、ありがとう。せっかく持ってきてもらった。だから食べなさいってね。おじさん、何食べるんだろうってね。あっちいな、この野郎。ガーッ作ってよ。まいっちゃうよ。これ食ってみるんじゃ、目が覚めるように。目が覚めてよ、眠くって。3時間でね、3時間しか寝てねえで。できねえな、くたべてよ。まいってよ。ミミちゃん、デイサービス行きましたかって言ったよ。6時寝ねえで行った。眠かった。昨日1時ごろ終わって、1時半に薬飲んで寝たんだけど、寝られないのよ。いくら、ね、寝ても。参るね。神経が高ぶっちゃうんだよ。だから顔洗ったりしてさ、用意しといたんよ。来るの。これでなくちゃダメでしょ。ねえ、大事だよ。今日眠ってんだよ。息子さん、朝、ギャンブルしてた。本当？何のギャンブル？何のギャンブルしてた？ねえ。あれダメだ、嘘をつくからね。昨日さ1時までやってさ、薬飲んでさ、半ごろ寝たのよ。そしたらね、もう神経が高ぶって寝られない。育児になっても、ね、困るね。薬飲んだんだけどさ、やっぱり寝られないんだよね。ゆきじさん、ねえ、あらごめんね、やっさ、信号借金抱えてるって、リスナーさん、あららってね、K69 さん、やるならナイスしましょうってね、木村めいちゃん、寝不足じゃんって、そう、3時間ぐらいしか眠れない、だから支度してっから寝てた。洋服着替えてね。これから寝てた。眠くって。俺で迎え来てすぐ入れればいいんだからさ。そうにした。もう眠いんだよ、今日もね。今日もね、来てね。よく寝てねえから。今日も人数少なかったな、雨降ってて。眠気飛んでけって、ありがとう。あ、木村めいちゃん、風船さん、ありがとう、ありがとう。ハチさん、おばあちゃん、こんにちは。ナイスボディ。体調は悪いのって、そうじゃなく眠いんだよな、ハチさん。昨日1時までやって、
ね、30分ぐらいかちょっと片付けして、にゃんこの餌見て、俺から寝たから1時半、うん、おいで薬飲んでここに寝たんだけど、神経高ぶって寝られないよ、うん、やっぱりね、寝すぎちゃ困る、寝すぎちゃ、そのうち夜が明けちゃってさ、だから顔洗ったりね、すぐ迎え来てね、行けるように、いくらか睡眠とった3時間ぐらい、そうね、よせさん頑張りました、はい、もんちゃん信号の責任してるんだけど、全部親が悪いよ、よしみちゃん眠かったら無理せず寝ましょう、ありがとう、あちさん無理すぎじゃない、気をつけてよ、ありがとう、ありがとうございます、ありがとう、バボちゃんもんちゃんってね、のんのんさんで、朝早いのにお疲れ様って、ありがとう、ありがとう、のんのんちゃんサメを釣りましたって、ありがとう、のんのんさんサメありがとう、サメありがとうね、ありがとう、ありがとう、ほんと眠ってるね今、困ってます、仕事結婚したいかもですって、ユニさん、ナイスが稼げないと借金が返せないから16時間配信した方が、アンチだな、お前これやめてもいいだんだよ、仕事をやめればきついだ本当に、トッピーさん、ヨシエさんでサービスってね、もしだったら俺アパート一旦帰るから、うん、ゆーちゃん、しんごさん配信面白くないよって増えてる、増えてくリポ、今日お疲れ様でした、ゆっくり、わら、もうそれ知らねえな、やめて、ゆっくりしなさい、ベリサちゃん、おじいちゃん配信中、え、太郎ちゃんこんにちは、ナイスをしました、ありがとう、アパートへ帰るのってパボちゃん、リスナーさん、アパート何もないのではって、ホムアンコちゃん、カードを集め、信号やばい、みーちゃん、ヘラさん、何言ってるかわからない、いや、飲まなきゃ、みーちゃん、あ、飲むぜ、ああ、わな、飲む、俺飲まねえと喉が大事になっちゃうぜ、みんな飲まれちゃ困るで、俺飲まれちゃ困るよ、持ってきなくちゃだから、また俺結構苦労してるで、寝てねえんだから言うぜ、おいでまたやってんだから、参っちゃうよ、たく洗濯機もトイレもないのでどうするんだんべ、アパートにエアコンがいるから、よしえさん払ってあげて、いやさ、信号はいるよ、あんなバカだからダメだね、くるみちゃん、おじいさん買い物をしてきてもらった方がいいですよってね、リスナーさん、あやらさん、慎吾さんと何かあったのかなって、わかんない、うん、妖精さん、
体調悪そうですね。はい、体調良くないです。寝ないでデイサービス行ってきました。3時間しか寝てないです。はい、デイサービスだったからね。夜1時に寝ても、デイサービスなければちゃんと8時間寝てますけど、デイサービスがあるとそうはいかないんです。だからね、睡眠とってないんですよ。だから体調悪い。ね、大事だね。班長は吉江さんがしなきゃできるわけねえじゃん。私がこんな足で車椅子で行ってる人がなんで班長できるん。そうでしょう。よく寝てくださいねって、ありがとう、ありがとうございますね。やっさん、普段は8時間も寝てる。そうだよ、寝てるよ、ちゃんと時間に合わせて。だから出んときは眠れないんだよね。いや、神経が高ぶっちゃって、昨日だってさ、1時半に寝ればさ、2時半、3時半、4時半、5時半ね、6時半、十分5時間以上寝られるんだよ昨日だって。だけど寝られないんだよ、神経が高ぶっちゃって。1時半に寝ればさ、結構睡眠取れるよ、きちんと寝てれば。で行っても、だけど寝られねえんだよな、神経高ぶって。薬飲んでも眠れねえ。困るね、そういうのね、困るよ。でのまま眠れない。そうだよ、1時半に終わった。昨日1時だったでしょ、終わった。それからさ、1時半に寝てさ、2時半、3時半、4時半、5時半、6時半でしょ。ね、5時間以上寝られるよ、普通だら。ね、でも寝られなかった。ね、寝られねえんだよな。開けようか。今日ね、ドライにした。すごい気持ちいい。うん、湿気があるからさ、こういう時は冷房すごい強くしないとね、風出ないのよ。ドライのやり方を覚えた。うん、すごい涼しい。うん、ドライ、いいね。相原さんの音の介護がすごい。はいはい、働いてるの。本当に驚いた。カッパガルちゃん、おじい出て行っちゃうんです。知らない。ああ、仁さん、あいら、いつもパソコンか聞いて。ドライいいね、いいよねって。うん、ドライいいね。湿気がね、うん、分かったんよ、ドライのやり方。今まで分かんなかったんよ。うん、ドライいいよ、うん、すごい強くしなくてもね、涼しい風出る。うん、こちらリスナーさん、今日は蒸し暑いですね。暑いよね、うん、のんのんちゃん、ドライは良かったですね。うん、ドライ最高だよ、うん、そう。よしみちゃん、いらないんじゃなく、うん、もんちゃん、よせいさんの肌もドライだねってね。ジャスティちゃん、あやらさんちゃんだってね。何それ、何だ。ずいぶんいろいろくるな。ちょっと取れねえや。これマック開けられる？なにこれ。まったくいろいろくるな。酒飲んだりよ。すげえな。なんか。取れるかい？取れべえよ、こんなもん。どっこいせ。よいしょ。こんなの取れべえよ、おめえ。
笑ってるな。食ったらこう拭いといてくんなくちゃ困るで。何でもやりっぱれじゃんよ。私が全部やるんじゃくたびっちゃうよ。あったじゃん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 。ああ、ことだ。電気嫌なんだよ、俺。いや、これ目が痛いんだよ。電気が嫌だから明るいうちやってんだよ。嫌なんだよ、電気。私は。目が痛いんだよ、電気は。だから明るいうちやってんだよ。あっちゃんの喫緊だよ、バカが。何がバカだよ。あんたにバカって言われるやりねえで。クズがよ。クズなんだよ、バカ。目が痛いんだよ。あんたみてえにね、何もしねえんじゃねえんだから、こっちは。ねえ、えらいもんだべにはもう草だらけだよ。えらいもんだよ。何もしねえでよ。立派なもんだよ。明日あれか、金曜日かい。笑うわ。あ、そっか。デイサビ行ってるかな。見て、こんなもんまで食うんだってよ。酒飲んでよ。いいやな。ああ、なんでもな。贅沢放題だよ、クソじじいが。電気つよ、早く。目が痛いんだよ。ありがとう、リスナーさん。ケーキ、そうだよ。何でも食うんだよ。ね、贅沢放題。ね、人の神社で。おじいさん、電気消してあげてってね。電気はつけた方が良くない。だから目が痛い。ここ、この明かり。うん、目がおかしくなる。これ見てると。うん。嘘じゃないよ。ね。どうしやろうね。江戸じじいがよ。ここ拭けっつんだよ、てめえでおめつ食ったらよ。何でも人にさせ、頭くるぜ。そうでしょ。ちっとも動かねえんだもん、男どもが。頭くるよ。ああ、よせさ、法律ですって。電気の明るさ、ちょっと、せいできればいいですね。そうなんです。目が痛いのよ。ね、私だからいつもさ、暗くなるまでやってるでしょ。ね、言いたいのよ、これ。目がね、おかしくなっちゃう。本当に、嘘じゃないよ。私ね、本当に目が痛くなる。これやってると。本当だよ。毎日3時間しか寝てないからさ、参っちゃうよね、これじゃあね。こう拭いてさ、すごい電気消してくれない。大事だから。ほら、これや、取ったから食えば。電気消してくれない。目が痛いんだよ。目が、こんな明るいに目つけないで。もう痛いよ、目が。まったく、そんなものはおめえ、トップに見とけばいいだんだよ。明日、明後日って仕事だよ。俺のが知ってるよ。明日入れなんべ、バカじじいが。2日間仕事だよ。見といたんだよ。自分のおめえやつが見よう。覚えられねえか。俺なんでも覚えてるぞ。バカじゃねえぞ。あこちゃん、メガホン10個。ありがとう。ありがとうね。じゅんちゃん、愛原さん、一日早くアパートに戻ってください。ジャスティーちゃん、仕事を頑張って、愛原さん。くるみちゃん、
スマホを光ってるってね、あ、こんにちは、電球半分だけつけるとかできないんですか。そうだよね、目が痛いのね、カー君ね。ワクネルさん、眼科も行こう。眼科じゃね、これはね、あれ、神経から来てる、私。わーっと神経、うん。腰と足のね、神経から来てる。だからね、目が痛いんだよ。目射じゃないんだよ、うん。落ち着いてください。これどうぞ、はい、どうぞ。神経で目が悪くなるのかな。なるよ。ねえ、まったく。そっち連携してくんない？ここさ、でね、入ってるになんで開けっぱれなの？ねえ。あったまくるよね、やってる行動がいちいちよ。ここ閉めないんかい、ドライが入ってんのに。なんで頭悪いんだろう。あったまくるよね。本当にクズだな、ジジイがよ、ヘドジジイが。悪いね、電気消してくんない？私目が痛いんだよ。明るいんだからまだ外が。消してくんない？みーさん、こんにちは、ナイスポチーって、ありがとう、ありがとうね、ありがとう、ありがとうね。大事だ、こんな明るいのにさ。おじいさん、親戚の人ですかってね。悪いけどさ、網戸になんでするの？冷房除菌してるのに網戸だで。頭おかしくなるで、一緒にいて。おかしいんじゃない？少し。よしみちゃん、くるみ。はい。開いてません。ね。変わってるよ。年中飲んでんだから。今日も飲んだね、ここで。悪いね、こう拭いてくんない？自分で食ったとこ。ムカつくから。でやれ。なんで私がやろう。てめえで食ったんじゃねえかよ、ここは。いいよ、てめえでやるよ。食や食ったでよ、どこへでも置きっぱれでよ、何もしねえべ。一日パジャマ着てよな、いつもテレビ鑑賞で終わりだいな。えらいもんだよ。あ、金もくんねえしな、えらいもんだ。バカだ、呆れるわ。よた男が二人だ、この野郎。相原さんにいつアパートに戻って聞いてください。本当だよね。蹴るって言ったから蹴るんじゃない？蹴ってもらった方がいいんじゃない？きなこもちさん、よせさん、ナイス。もう飲んでる証拠だから、こんなこと言うのは。ね、くるみさん、愛人。愛人なんつんじゃねえ、こんなじじいよ。ヘドが出るわ。あゆみちゃん、メガホン、ありがとうございます。ありがとう。こんなじじいなんすら見たかねえよ。うちの男はろくなやついねえから、両方ね、ろくなやついねえよ。ね、男じゃねえから、この二人は、どっちもクズ。ね。クズしかいねえんだよ。すげえもんだで、庭が草だらけで。で行ってもすごいもんだで。ね、すごいよ。だらしねえよ、すごいよ。みーさん、わっちくんメガホンプレゼントって、ありがとうございます。みーさん、ありがとうございます。ありがとうね。ありがとう。くるみさん、途中から来たから、家族構成よく、わからないって、そうなの。秘密のプラセンター様、出て言って欲しくないね、素直になりなよってな。超いいね、ありがとう、超いいね、ありがとう。秘密のプラセンター様、超いいね、ありがとう。
ひろちゃん、こんばんは。ナイスしたって、ありがとう。ナミちゃん、普通に生活費を入れてくれたら、ヨセさん、穏やかに過ごれてるはずですね。ああそうじゃない、うん、ねえ、シンゴもダメだよ、あの子もダメ、たまげるよ。くるみさん、今ナイスをしましたって、ありがとう。ありがとうね、てめえで食ったもん、置きっぱれだ、あのじじい。江戸が出るで、あのクソ野郎よ。江戸じじい、クソ、じじい、よった、じじいってな。ニッキーちゃん、お部屋暗くないんですか？うん、暗くない。眠くなっちゃったやん。こうにやって横になるわ。疲れた。ああ、くたびれた。ああ、ありがとう。もんちゃん、電気つけないのってよ。つけると目が痛いんだよ。昔はこういうこと寝れますよ。その天然水は100年先は約束している。ヨセさん、ありがとうございます。お風呂へ入ると疲れますね。そうですね、お風呂入ると疲れるね。ね、ありがとう。紅茶さん、ヨセさん、今ナイスした。なかなか来れなくてって大丈夫ですよ。ダマ、出したじゃん、さっき自分で忘れたの。出したで、うん、あんた出したよさっき。はい、うん、ね、ボケてるよね自分でさ。出しといて、玉田こっちにいるんって言ってる。絶対この人ね、もう認知症だよ、わかるでしょ。自分で猫を出しといてさ、もう忘れてんだよね。私がいなきゃ切らねえ、飲むからね。いなきゃ文句言う人いねえもん。いくらでも飲めると思うよ。そうだよね、そう思うよ私。紅茶さん、ヨセさん、本日もしっかりされてますって、ありがとう。なんでここ開けっぱれなん。まったく行ったり来たりよ、あのジジイ、ムカつく、ジジイ。もうどんどん向こう行けよ、うるせえジジイだな、ほんとに。たまっててめえが出しといてな、ここ開けっぱれだよ。おめえ、ドライが減ってるんだよ、ドライが。バカバカやろ、何もわかんねえバカだおめえ。ドライが減ってんに網戸なんのして、ここ開けっぱれだおめえ。頭弱ってるよ相当ね。私がね、いないと蹴りゃねえ飲むからね。わかるんだよこれの男の性格は、与太野郎だからね。電気をつけた方がいいですよってね。早くアパートに帰ってもらいなさいって。そうだね、暗いと、顔をずっとゾンビに見えますよ。酒は脳がやられる。やられるよ脳が。脳なんか遠くにやられてるよ、こんなじじい。な、やち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 やん。